結構明るくなりましたよね。めっちゃ明るいですね。1年くらい通ってた美容室でも1回も触らせなかった。あ、そうなんだ。毎回心配だったの。いや、でも全然大丈夫で、びっくり。はい、こんにちは。札幌占い美容室ハエマカシのことです。はい、今日はどうしたいですか？今日は髪の毛を髪の毛を明るく染めたい。はい。なんかこう、今日こんな感じっていうものをお持ちになったものありますか？あれば、もしこれは見させていただきたいんですが、はい、のこれ、はい、この色とか、はい、今見た感じはミルクティー系の色です。もう一個あります。これ見えますかね？ブリーチしてちょっと薄いアッシュ系のつけたぐらいの感じで、ちょっとオレンジ目が残ってる感じのあれがブリーチですね。それ、ブリーチはしたくないですね。ブリーチはできれば。わかりました。ということは、ワンプロセスのワンプロセスっていうのはブリーチなしで1回のカラーでやっていくっていうカラーなので、ブリーチよりはダメージ少ないんですね。まあ1回のカラーで明るくできる色っていうのはほんと限られて、あ、そうだ、黒染めじゃなくて暗くしてるって言ったよね。そうだ、暗く、この辺から暗くしてるんだっけ。はい、暗くしてるから、それもちょっとどう出てくるかっていうのをやってみないとわからないですね。そこで、こっちでやってるのがソーダカラーっていうのをやってます。で、ソーダカラーって何なのかっていうと、ワンプロセスで、まあ、ブリーチまではいかないんですけど、本来はブリーチしてカラーということなんで、まあ、通常だと2倍の金がかかっちゃうわけですね。ブリーチ代、カラー代、そして時間も2倍の時間かかるんですが、うちのソーダカラーっていうのが新しくある最新のソーダカラーでしたら1回のカラーでできるんで、料金もそんなに高くなくできるっていうのがあって、時間も通常のカラーくらいのお時間でできるっていうのがソーダカラーになります。あと何かやりたいのありますか？カラー以外で。ちょっと毛先を前髪をしたいです。前髪を、あ、わかりました、うん、はい、じゃあそこは相談してやっていきたいと思います。そんなに長さ切らないんです。はい、長さは揃えるだけです。了解です。やります。はい、今カラーを、ソーダカラーを終わって終わった状態です。で、毛先の方がやっぱり染料が、やっぱり暗い色で染めてたのが残ってて、ベース自体はトーンアップはしてるんですけど、若干かなりいい状態になってますけど、さっきの6から比べると全然明るくなってるんで、まあ、普通には繋がってるんですけど、まあ、強いて言えば若干毛先が、1トーンぐらい暗いかなって感じがします。で、この1トーンをじゃあどうやって明るくするのかっていうんですけど、毛先の透明感はもうそのシャンプー台の処理でもできてるんですが、さらにやる方法はいつもちょっと言ってるやつなんですけど、こういう時は、例えばどうしようもない場合、明るくならない、次のお客さんを待ってるって場合はごまかす方法があります。で、どうするかっていうと、熱アイロンで、ブローしながら毛先の色を抜いていく方法ですね。そうすると、1トーンぐらい明るくなるんで大丈夫です。で、やり方としては、まあ、希望のスタイルをイメージしながらアイロン入れていくんですけど、矯正と同じぐらいのアイロンの入れ方で、スライスあんまり厚いとはできないんで、色が入ってるのが中間から毛先にかけての染料がもう残っちゃってるんで、そこに、アイロンで水分飛ばしていきます。そうすると1トーンぐらい明るくなるので、そういう感じでちょっとごまかしていきます。ごまかしていきます。ひどい。裏技も必要なんですよ、この美容師さんの。わかる。なんかさ、色なんていうの、いやこれ抜けますからっていう、なんか美容師さんのお決まりの言葉あるんですよ。あんま聞いたことないかもしれない。いや、聞いたことあります。いや、これ抜けて明るくなるからって、うん、やべえなと思ってね、半分。だけど、まあこれはここ前、今日のやつは結構いい線来てると思うんですよ。あの状態からここまで抜けてるってことは、それにかなり抜けてるかなと思うんで、
これ抜けって言ったらもうブリーチ使う、ブリーチとかそういうの使っていくしかないんで、仕上がりとしては失敗ないかなって感じはします。かなり上がってますかね。でちょっとプレス強くして水分を飛ばしていく感じになるんで、基本スタイル的にはストレートスタイルの方がいいかもしれないですね。カール入れてもいいんですけど固めのカールになっちゃうんで、スタイルがなんかストレートっぽい感じの方が多分いいかもしれないですね。これ今かなり色が抜けたんですけど、でこの中間がちょっとね色がやっぱり抜ききらないんで、この部分もちょっと熱を入れて少し上下に振っていくと水分飛ぶ飛びやすくなるので、プレスしながら抜いていきます。ただこれで抜けない場合はもう諦めましょう。もう無理です。なんで諦めます。結構明るかったですよ。こっちとの差違いますよ。これごまかせるんですよ。ごまかし技。はい、札幌で、ソーダカラーはソーダカラーって僕が勝手につけた名前なんですけど、もしやりたい人は早沸かしの後藤までお願いします。通常のサロンのハイトーンカラーよりは全然明るくできるんで、これは分からない。結構綺麗になってます。少し癖です。結構これ、さっきこれすいちゃいましたね。これもう毛ないもんね、ここ。これいっちゃってます。なんか男の人の方がお前の方好きな人多いですよね。結構今、多いかもしれないですね。多いですよね。恥ずかしいんですけどね、頼む時。そうなんですか。はい、全然いいと思いますけどね。食べてたらいいな。この間ブルーカフェってとこ行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。豊平じゃないけど、南区かもしれない。そこのパンケーキでも買ったら、もう一回来て。金のスプーンって場所も美味しいですよ。ってことあります？ない。どこ？豊平にあります。多いもん、豊平。いやでもパンケーキのために行くかも。めっちゃ美味しいね。え、金のスプーンで混んでないのって言ったら、混んでるの嫌だよ。いや並びたくないから。日にちによるかもしれないです。平日とかだったら食べたい。どういうやつ？すっごい甘いの嫌だ。いや、なんか、なんだろう、いろいろあって、はい、割ったら出てくるなんかチョレのやつとか。マジですか？すごいですね。ホームページ見てみてください。わかりました。いっぱいあるんで。金のスプーン、はい、めっちゃ大きいですよ。え、マジ？はい、超でかい。超でかい。めっちゃ来て、うん、これくらい。夜もやってんの？夜、どうなんだろう、わかんない。そこってね、パンケーキしかない。メイン、なんかランチとかも多少しょっぱい系のやつもあるんですよね。へぇ、あ、そう。あ、どうぞ。あります、確か動画とか。え、金のスプーン、めちゃめちゃ食べたくなるでしょ、それ。じゃあ月曜日行ってこようかな、金のスプーン。え、すか、クリーム甘いすぎるやつやろね、なんか。これです。あ、それ、俺好きなやつかも。え、それ中何出てきてるの？なんか入れてんの、その中に、焼くとき。そうですね、なんか。へー、まさか。え、それクリームってこと？そうなんじゃないですか、わかんないんですよね。なんなんだろう、それ。食べたい。そんな甘くなかったんですよ。それシンプルなやつだね、結構。そうですね、いろいろあるんですよ。いや、それはシンプルでいいですね。ちょっとごちゃごちゃして変なクリームたくさん乗って気持ち悪いのはちょっと嫌なんですけど、それいい。そうですね、時間かかる。なかなかないですよね。いや、やってほしい。絶対行くのよ。なんか締めパフェとか今流行ってるじゃないですか。そうですね、締めパフェじゃなくて締めパンケーキ。締めパン行きて。締めパンできそうですけどね、なんか需要ありそう。あるかな、飲んだ後にパンケーキ食わなくねえか。甘いのだったら入るけど、パンケーキ食いたくないでしょ、俺ぐらいだ多分。いや、なんか仕事帰りの OL さんとか行くんじゃないですか。飲ん、でもさ、時間的にさ、この時間って飲んで、うん、とかでしょ。確かにそうです。え、ここも切ってない、これ。わかんないです。これ俺じゃないからね、言ったけど、これここの切ってんの、これ。最初に言っときますけど、僕じゃないんですよ。ちょ、これ多分自分か誰か切ってる。いや、俺じゃないよね、多分。違うと思います。上も切ったの、自分から。上は切ったの。やってないです、なんか漁師さん
写真切ってもらったりもするんでよくわかんないんですよ。ああ、じゃあそれかも。そうですね、これはちょっとやっちゃってますね。やっちゃってますね。でも大丈夫、なんかわかんないから。はい、で、このように皆さん、話を違う方に持っていきながら、今朝昨日暗くなったのを忘れさせるっていう。である程度アイロンで明るくしてごまかせば、もうこれわかんないよね。同じぐらいでしょ。そうなんですよ。すごいですね、これは。これね、裏技ね、結構ね、これから広めていこうかなと。広まったらやばくないですか。どんどん広めていこうかな。結構明るくなりましたよね。めっちゃ明るいですね。あと前髪でも全体大丈夫ですか。ちょっと笑ってましたけど、僕聞いてましたの。めっちゃいい感じ。本当ですか。ちょっと長いのかな。それちょっと合わせる。こんないい感じになったの初めて。本当ですか。前髪怖くて、美容師さんにあんま触んないですね。そう、あ、俺勝手に切ってた。いや、全然なんか下手ではない。上手です、めっちゃ。1年くらいかけた美容師でも1回も触らせることない。あ、嘘。あ、そうだね、前髪心配だったの。いや、でも全然大丈夫だよ、びっくり。そんなんと、全然気づかなかった。気にしないです、ね、ちょっと前髪、再度いいです。で、毛先の量もちょっと目元の方と結構均一になってるんで、あと右左側が重くなるって言ったところもそぎ入れた、そぎちょっと入れたんでバランスはいいはず。はい、でこの状態で最後はダイバルでまたやすりがけしていきます。で終わりですね。それで、これ取るともっと違いが分かって、取るともっとここがシュッと、ちょっとこの首に吸い付くようになるんで、どう、ここさ、ここ違わない、ここ。めっちゃまとまってますね。でしょ、うん、違いますよね。どうですか、こういう感じで、そう。皆さん広がる、こういう風に広がっちゃうのがテイクセニング入れることによってここがストーンって入ります。で、本来モデルさんの毛量的に考えるとこっちがドーンってなって毛先はまだこの辺はスカスカなんですけど、そういう状態だったんですけど、このバランス、全体のバランスが整いますよね。はい、今日の撮影終わりました。以前染めた、まあ、黒染めみたいなものがちょっと残ってて、まあ、だいぶ取るのが苦戦したんですが、まあ、それなりにちょっと取れて、トーンも、ワンプロセスの通常カラーでは明るくできないところまで明るくできたかなと思います。多分もともとモデルさんが染まりづらいんですよね。メラニン色素がすごく強くて、ちょっと難しい感じではあったんですけど、まあ、結構、まあ、2プロセスでやるぐらいのゾーンは出せたんじゃないかなと思います。で、まあ、ソーダカラーも1回、2回、3回って続けていくと、ブリーチしなくても、まあ、同様に明るくなっていくので、まあ、皆さんよかったら。はい。で、あと毛量がちょっとね、今回はテイクセニング、もしくはテイクフラッティングっていうのを使ったんですが、ここがちょっと重くなっちゃうので、ストーンってこう、シュッとなるように、できるような釣り方をちょっと今回やってみました。はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。1000動画ぐらい入ってるんで、皆さん過去の動画も見ていただければ面白いかな、いろいろなんか気づきがあるかなと思います。今日最後まで見ていただいてありがとうございます。ではバイバーイ。